ありがとうございました。今日札幌北警察署で感謝状を受け取ったのは、札幌市北区のローソンの店員、沼田正義さんです。先月14日、レジにいた沼田さんは、店を訪れた70代の男性から、電子マネーのプリペイドカード4万円分を買いたいと話しかけられました。その際に男性が、Google なんとかとカードの名前をうまく言えず、また高額だったことなどからおかしいと気づき、警察に通報しました。日頃から高齢者に気をかけ、道に迷って店にやってきた女性を助けたこともあるという沼田さんは、2万円とかを超えるくらいな高額な電子マネーを買われる際には、一応一声お声掛けをして、しっかりと大丈夫かなっていうのを確認するようにはいつもしています。正義って書いて正義さんだなと思ったんですけれども、はい、なんか昔から正義感強かった。いや、そんなわけでもないんですけど、まあ、今回ちゃんと見抜くことができてよかったなと思ってます。